2004年のオリックスブルーウェーブでは2004年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは伊原春樹が1年だけ監督を務め、オフに球団が大阪近鉄バファローズを九州合併して翌年からオリックスバファローズとなったためオリックスブルーウェーブとしては最後のシーズンとなった。2年連続の再開と低迷する。 チーム再建の切り札として、宮内義彦コーナーは前年まで西部の監督だった、伊原春樹を新監督に昇平。伊原新監督は、投手コーチに、西部時代の同僚で、元ロッテ監督の八木沢総六を、打撃コーチに、大学同期で、球団 OB の河村健一郎を、外野守備総類コーチには西部で共に汗を流した、佐々木誠を、 内野守備総類コーチには西部で同僚の鈴木、安友をそれぞれ迎えるなど、コーチスタッフを一新。しかし、2003年と同じく、エースとして期待された勇気は、シーズン絶望、抑えを期待された、大久保勝信、加藤大輔も、怪我の影響で一試合しか登板できず、ローテの左三本柱として計算されていた、金田正彦は相変わらず怪我勝ち、具、打つ明は、 首脳陣との対立、トレイムーアも後半けがで離脱と、主力投手陣が揃わず、さらに、アテネ五輪で、谷義友、村松友人が怪我をするアクシデントもあり、3年連続の最下位に終わった。投手陣は、前年の5.95から5.66へと、わずかに防御率が改善されたが、批判打数はリーグワーストに終わり、打撃陣は、打率がリーグ2位の、 283を記録するも、112本塁打は、リーグ再開で、投打も噛み合わなかった。続投を希望する声も上がったが、近鉄との球団合併もあり、原監督は1年で、辞任。新球団、オリックスバファローズの初代監督には近鉄、オリックス両球団の監督を務めた、大木明が4年ぶりに復帰することになった。選手分配ドラフトにより、 オリックス所属の選手は以下のように分配された。また、近鉄からは以下の選手がオリックスに所属することが決定したが、岩隈久ッ氏はオリックスへの入団を拒否し、楽天がオリックスに金銭を支払うことと引き換えに、楽天への入団が決定した。ありがとうございます。